リーでリンゴ氏のカロリーミンゴー。なんで、まあ、あんまり分かんなかった。分かんなかった。まあ、ここにね、たくさんの数字たちがいます。数字たちです。今からね、ビンゴが配られるんですけど、こいつらがそれぞれね、やっぱカロリーという数字を持ってるんで、なるほど、自分の欲しいカロリーを、あ、こいつ50キロカロリーって思ったら、これを食べていただいて、なるほどなるほど。で、それ 50が書いてあったら、きっとマスター開けれると。これって、49では開かないってことですよね。あ、開かないです。でもあれだよ、いや、カロリーはとびとびの数字しかないから、ほとんどこのどれかの数字になってる。ああ、そういうことね。ビンゴ、ビンゴ自体がこの中の数字になってるんですよ。そうそうそう。これは相手の開けないように自分で開けるってことですね。そうそうそう。なるほど。最悪、うまくやれば食わずにビンゴの可能性もある。あ、確かに確かに。確かに。食わずにビンゴを狙う可能性も一応ある。一周で終わる可能性もあるってことですね。そうですね。一応これ最後に残った人は、今年度。今年度？今年度、セブン入れ禁止。ああ、やばい。331までってこと？あ、そういうことです。331まで。というわけでやっていきたいと思います。恋愛サバイバルレース 4.2。 はい、待ってください。え、これどれでもいい？いや、これ大事やけど、まあいいや、これやばー、これ758とかあるんやけど。うわ、絶対あれやん。いや、もう無理やん、絶対これあれやん。やばーやん、これ最初はグー、ジャンケン、フッ。まあ、4がいいっすね。これは3がいいっすね。じゃあ、俺は2っすね。キムからスタートでーす。はーい。キム、できる限り小さめのやついってほしいな、俺個人的に。これ一応ドッキリの可能性もあって、はい、どの数字もない。じゃあ僕265狙います。おお。いや、俺259と284と233あるから、どうせそれプラスプラマイ50ぐらいになるんで。いや、みんな嬉しい人も言うて。いや、違う違う違う。うわー、どれやろな。これです。いや、もう絶対ないやん、それ。柔らかほうれん草とベーコンのサラダ、いただきます。はいはい、どうぞ。はいはいはい。お、食べました。食べました。それでは、柔らかほうれん草とベーコンのサラダ、こちら。でーん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 、くしー、129キロカロリー。お、ある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 。お前かー、129ある。お前かー。でも、肌感大事。肌感大事だから。肌感なんか129。じゃあ Y51 狙いで。よし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 、よく、いいよいいよ、そこ狙って。俺も欲しい。これで OK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 。 ある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 。カニカマにしたらば。いただきます。リンガーさんはその斜めでせこすぎる。マジでこれ、オールラインや。だからキモの、キモの俺何もしてないだけで、ここ空いたらめっちゃでかい。キュースで、デカさんも3から食わなくていいよ。そうそう、俺ここ斜め狙いでいけるんよ。許せへんだ。はい、おきた。はい、もう何かの間違いで。じゃあ何か2桁来い、何かの間違いで2桁来い。そちらのカニカマにしたらば、こちらは53キロから。ある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 わかんて、それ。え、ズルやん。いや、ズルやん。それはちいちゃいやん。いや、お前らが悪いやで。いや、お前らが悪いやで。ほら、だからめっちゃ惜しかったよ、俺。これは51狙い。じゃあ僕23狙い。ありそう。これうわ、もうズル。ズル、それズル。てか、外したらもう一本飲めばいいもんな。じゃ、いただきます。これマジで、ごちそうさまでした。許せない、許せない、許せない、ごちそうさまでした。これ23あるぞ。これ23やったら、これ炎上です。わなすぎ。はい、3からしか狙えない。3からしか狙えない。え、どうしよう。 LINE を変えないといけない。 LINE 悪いな、これ。では、沿岸の選んだビタミンレモン、こちらは68キロカロリー。うえー、おしゃだい。ってことは、ちょっと重いやつをこれからずっと食わなくちゃいけない。とはいえ、俺259とか367とか当ててくれる分には全然嬉しい。直近のビンゴさん食らだけでいいですよ。もしかしたらこれ2桁かもしれない。もしかしたらそれもう陰謀論ハマる人しか死んじゃないです。これです。おーい、念願の好物を抑えるっていうのがやっぱ大事。確かに、俺がなんかもう嫌いなもんばっかりになって、俺はこれだけは絶対食われへんねん。これしか残らへんって状態になったら、もうあの戦争です。よし、はい。では君だけのプリン、こちらピ139キロ。ないないよ。ない。おー、137や、思うやん。ないけど、念願さん赤くかかるから。いや、
キムターンです。うわ、だってこんなん845狙うしかないみたいな状況になってきた。あったやん、お前845狙えばええんちゃう。お前でもお前なら845狙うべきちゃう。じゃ先に313狙います。ああ、そうそうそう、先に。いい、迷うな。これの可能性あるな。いや、全部あるから、別にあるんだ。あるとか言い出したら、この辺だって全部多分300ぐらいちゃう。うわ、こっち。はいはいはい、残念でした。違う、お前泣くもないって。それだけ全然チャンスある。どうね、なんなら265まであると思って。早く食え、お前食いながら食えねえよ。早く食え。わー、うわー、ごめんしてねー。俺はもう飲み物しかいかない。え、でも花尾伝官というチャンネルを背負っていて、一番最初に画角から消える。いやいやいや、そう、そんなことどうでもいいっす。そこじゃないっす、俺この勝負で勝つから。これ配られたらここ狙うでしょ、誰でも。そんなことないっすよ。はい、キムの一口サンド、はい、ハム&卵、こちら来い。300、307、来い。300 13キロカロリー。あー、泣いた。うわー、すげー。いや、お前すごい。いや、すげー。え、お前でもいよいよ845。いよいよ845食べなあかんで、これやばい。いよいよ845食べなあかん。いよいよやろ。いや、俺は845食ってるお前が見たいから60人狙うわ。ってことは俺は359狙い。こちら、あ、行かせていただきます。いちごサンド、普通に食いたがり完食です。はい、花尾さんのいちごサンド、こちら240キロカロリー。ないわ、ないわ。来た。意外とない。ないわ。はて、これまだ辛いんだけど。切れそう。一旦僕これいきます。あ、出ました。こちら。うまい棒。うまい棒。これいきます。いや、でも、え、わかる、23狙い、これ。うん。40ぐらいだと思うねんな、俺、これ。もうその20の感覚わかる ?20 の。いや、やっぱ、うまい棒って、やっぱ、初期の食べ物やから。初期の食べ物ってカロリーでかめないの。初期の食べ物、昭和の食べ物。昭和の食べ物はカロリーでかめない。意外と美味しかった。意外とって言ったんだお前。うまい棒なんか当たり前だろ。うまい棒ってうまいって書いてあるよ。うまい棒って書いてあるよ。この動画やろ、これやろめ。はい、うまい棒、こちら44キロカロリー。ほら、俺やんけ。まだ開かない。本当にマジで本当に。あいつ、じゃあ23はなんだこれ。いや、じゃあ23何って話になるよな。そうですね。言った少なくとも60何とかにはかすんないようにこれにしましょう。あ、おにぎりね。別にもう一個食べてもいいよ、2枚抜きみたいな。2枚抜き。次のターンぐらいから2枚抜きっていう制度あるあるある。確かに。あの、でも片方は四天王を入れなければならない。じゃないよ、だってこの辺に2枚抜きがずるくない。食べました。 OK。 174とかの可能性ある。いや、あるな。1個言ったら全部ある。全部ある。全ての可能性100から400ぐらいまではもう全部ある。そう、個人的には。はい、ではスンの鶏五目おにぎり、これは200台。よし、6キロカロリー。おお、ないわ。ない。ない。あった。やったやん。やったやん。ようやく当てた。次、ジャン負けは四天王捨てるということにしよう。さあ、じゃあグー、じゃんけんぽん。シャッ、じゃんけんぽん。いや、でも別にあなたはそんなに問題ないじゃん。そうだ。結局食う未来。結局お前はもうだから神は言ってるじゃん。そう、行くじゃん。845食えてて、これだよ、絶対。いや、お前これで845じゃなかった時が。いや、でもそう、どっちかこれ結構じゃない。違うんすよ、大きさ違うの。いや、分かる、大きさ違うけど。こいつ、やばい、こいつらって言うても同じ半径なんですよ。こいつだけなんか 1.2 倍ぐらいの半径なんですよ。気づいた。はい。いや、でもお前これ賭けやで。お前これで外した時のダメージ。外したらもう、外したら俺、でも外すくだりが見たいから。いや、俺ベストも外してほしい。ベストも外してほしい。でもフォークを回さずしてなぜそっちを好転させるのお前。なんでなお前。全然取れてないし。ここはもうキム君が成し遂げた偉業は誰のものに。3食に分けて。はい、よかった。よし、よかった、よかった、よかった。キムこれ845で絶対845。いや、でも845の可能性がさすがに 60% 以上あるで。はい、はい、ではキムの食べたペペロンチーノ、こちらは792キロカロリー。ほらー、お前今何やったんこの時間。ほんまにお前やばいで。
お疲れ様です。あ、いや、言った言ったよ、さ、言ったよ、俺ら言ってるよ、こっちもあるよって。もういやもう全てを放棄した。ね、この瞬間すべてを放棄した。さあ来たー。まあやばい。でもほんまにお前やっぱ YouTube 抜いてると思う。お前回答欄表裏間違えた受験生みたいな。いや俺言うて840くらいと思ってたよ。いや俺さすがに845やろって思ったら79。でもさ、逆に言うとこれより小さいサイズで845も摂取できるんや。次行こうか。いかないかない、いかない、今の衝撃的、今の衝撃的 V やったら全てがどうでもいいんだけど。359狙い、コーンマヨネーズパン。ある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 お前さすがに、マジな話、この2択やったら、この2択やったら8もどっちやと思う。俺はこっちやと思うで、俺もこっちやと思うで、俺はこっちやと思うで。はい、や花尾さんのコーンマヨネーズパン、はい、こちら348こい、377。はい、おお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 これ、まあこれ、はい、ハムと卵のサンドイッチ300。そうやんな、67キロカロリー。よっしゃー、完璧、すげえ完璧。ゆで卵いきます。コムドってやったら2時間半の動画やこれ。はい、ゆで卵65キロカロリー。おお、ないない、あります。やったやん、お前当てたテンション、当てたテンションだ。何その、微妙なテンション。いや、まあアンパンマングミ、いや、わかるわ。俺もそれ行こうと思ってたやつ。いや、案外それが20キロカロリー、カロリー説あるあるある、全然やったりもするかもしれない。いや、これ20全然あると思うけど。はい、わかりました。23の説あると思う。チェンキムは何をする？いや、僕はあの量の少ないものを選ぶ。緊急会議、緊急会議、身の危険感じたやん。いや、キムのアンパンマングミ頼むわ、ほんま。62キロカロリー。よし、うわー、よし、マジか、よし、やばいやばいやばい、お前、つらでも、お前いよいよ845なのあかんちゃった。お前いよ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 840。でもね、すごい、お前1番抜けできるって。すごいぞ、1位抜けできるって。お前確実に845食えば。でも俺一応リーチです。あの23で上がりです。僕は、167狙い、これいきます。はいはい、からし明太子、はいはい、167狙い、はいはいはい、まあ、137でもねえけど、無理やな、さすがに。いや、これ食ったら結構俺もうきついかも。はい、OK です。はい、167来い。はい、からし明太子おにぎり167、こちら167キロカロリー。すごい、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 食べっ子動物ビスケット、はい、100、ほら31キロカロリー。え、あと2枚とか入れてよ。いや、今あの不況なんで。不況が、不況か、不況だから入んないです。174開けたいです。いや、でも今不況やから137です。いや、137でも僕嬉しいです、実は。あ、なるほど、137で1枚なんで。はい、よっしゃー、うぇー、よし。ではそのカフェラテ163キロカロリー。ない、お前やん。キム、やっぱお前あれ食ったから運良くなったやん。498でもこいつリーチです。ダブルリーチになりました、こいつ。やっぱ、じゃあ2枚抜き。いや、498と2枚抜きしたら。これと、これと、これで2枚抜き。2枚抜きすれば、お前なんでそんな苦しいやつが最後残るんや。カルボナーラちゃん、さすがに。いや、845行きたいんすよ。行きたいんすけど、これ食って、8用語じゃなかったと。それだよな、こいつだから、あの 100% 成功するギャンブルしか今できひんしょ。99.845やと思ってるよ、みんな。これ失った。ちょっと話ね、腹2時間ぐらいやばお前。でもお前今食った量って、成人男性の2000何キロカロリー全然届いてない。いやいや、1位。カロリーって別にそういうもんじゃないっすよ。じゃあ、終わりました。
3、2、1。これじゃない。758やった世界みたい。いやいやでも俺多分これ、これいやもう正直これやと思うよ。だと思う、多分。ちゃんでもないよ、持ってます。改めて見たら。いやでも正直お前 99% ここで終わりやから。そうじゃないとこの世はね、理不尽すぎる。理不尽すぎる。この世は、この世が残酷。でも、あのカロリー溶けた。カロリー溶けたな、お前。チーズなくなった、おめでとう。確かに確かに。だってこれが758やった時、ほんまお前オフィス放火しかねへんな。うまそうなんよこのカルボナーラ。うまそう。いや味しない。ポイントはさっきのペペロンチーノは上から2番目の値やったから、それよりきついお前。それきついやん。だってもう累積してるから。胃が黒いな。でも今日はそんな頑張ってないからご飯連れてあげようか。アクアのスパイクやめろ。20名ですか今。あ、でも食べ終わりましたよ。おお、すごい、ほんまにすごい。これ758やったらちょっともうさっきはおもろいと思ってたけど、もう笑えへん。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 多分逆に祈りたい。俺もなんかこの気分を見たらもうかわいそうになってきて、上がれますように祈りたい。ではカルボナーラ、そちらのカロリーは、カン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 ゴーン、758キロカロリー。そんなことあっていい？そんな世界あんの？お前ちょっと、え？嘘と言ってくれ。嘘だと言ってくれ。嘘だと言ってくれ。本当俺らがいじめた、いじめたみたいな。いや俺らがいじめたみたいになってる。え、こっちやったんや。これ食ったら確実とかもう言えない。もう言えない。無理無理。さすがにひどい。言ってあげられない。人道的に、あの言葉にならないと思うんだけど、どういう気持ちで。やばいっす。しゃべれない。喋れない。喋ったら入っちゃう。喋ったら入っちゃう。しかも俺だってもらっちゃったもん。あいつ頑張り。確かにそんな嬉しくない。嬉しくない。何も企画が進まない。あいつの頑張りここが。それでここからちょっと3人でお送りします。はい。3人で頑張ります。はい。でもキムって花尾のことが一番好きだね。それ考えるとお前なんてない。スクール。それ考えるとスクール。その戦法やめてマジで。だってじゃあ決めました。はい、こんにゃく畑。38狙い。まあでもこれが分かったら。俺がもし38名やったらそれ39よ。てかそれそうだな。正直カツ丼はカツ丼全然食えちゃう。自分の爪見てるもんあいつ。自分の爪か畳の間に出したら犯罪の予兆。犯罪の予兆ない。はい、そのこんにゃく畑ぶどう味、こちらは39キロカロリー。うえーマジ。えでかっ。うわーだるー。でかっ。うわだるー。ほらダブルリーチ。やっぱこっちやん。そんなないよ。うわーダブルリーチ。ほらやっぱ俺こっちやん。ダブルリーチ。じゃあなおさら食えよお前もうあれ。え、そんなないのこれって。マジか。いやダイエット食品やってたから。え、マジか。23か137でクリアです。で、ちょっとまずこれ食いますわ。まずこれ食って、俺ちょキムあまりにも変えたでこれ食べますわ、その後に。はーい、そのまんまグレープ、そちらのカロリーは42キロカロリー。違う。マジ。え、じゃあ23って何マジで。はい、これいきます。マジで分からんな。はい、そちらのカロリーは90キロカロリー。ない。お、キムキムキム81個開いたぞ。どんどん開くな。あんまり関係ない。でも依然としてあなたリーチです。70個じゃあキム。70か。まあでもなんか普通になったな。それな。たった一旦休んで、その回復力変わらんやろ。意味ないやろ。重さ書いてあるから。重さは書いてあるから。これですね。まあ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 でしょう。確かにでもいいラインやと思うで。まあまあ、でも 99% 勝てるギャンブル外した感あるよな、さっきのって。メンタル的に。でも次宝くじやったらめちゃくちゃ運いいんじゃん。こんだけ悪かったよね。うん、そのロジックあれなよな。次の宝くじは次の宝くじの確率なよ。あーなるほどね。これね、大半なんすよ。大半なんよ。持ち越せない。まだ持ち越せないんよな。前外れたからっていうのを考慮してくれへんからな。無情なんよ。そうなんすよ。すごい。ナイス。野菜生活、そちらのカロリーは
パピー70キロカロリー。おー素晴らしいドンピシャイいった。これで俺とお前利害が一致したな。利害やったやんじゃあさすがに38キロカロリーであろうこんにゃく畑第2弾はい、来た51キロカロリー。おーい、でもあったキム、これであの、ごめん待ちになりました逆にどんだけ楽しみたいな。逆に下手なんやけどなこれって逆にどんだけ頑張ってもう上がっててもおかしくないぐらい、やっぱりほら、罠仕掛けてきた、まあ、俺これ137ぐらいだと思います。これこの後遊ぶって言ったら遊ぶ、この後サッカーするやば、俺ら行かんけど、お前行ってきてよありがとうここら辺が、はい、かまっ、食べました。はい、ということでぎっしり白桃ゼリー100、うん、3回77キロカロリー。おー、おあてー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 お前でよかったもうでもいいよ、もういいやね、聞けてる。いやいや、そんな言いますよ、今いるからこいつ、そういう、なんかその、き、あの、抜けろって言って抜けへんはい、ヨーグルトね。それでも結構読めへんな。すんの、ヨーグルト92キロカロリー。うわ、だいあるわ。そう、86。じゃあ僕はじゃあ僕あーえぇ、じゃあお前食うなもう食うなって、お前も食わんで逆に言うとこれをやるということはもう一面開けるまでは続けないといけないってこと。いや、そうそう、ツービンゴで。あー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 、それでいいんやったらお前はどうぞ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 急にどうぞお願いします。延長戦入ってる延長戦。いや、半分なことないってカロリーが。じゃあ何入ってるんで。いやいやそっち何入ってるんですか。それ大食いっていうか、酸っぱさね。炭酸でした。ああ炭酸ね。あ、だって23の候補ないで。いやでも規模のこれが23か、まあ、これは確かにあるな、うん、あるある。はい、コラーゲン&ヒアルロン酸38倍52 23キロカロリー。うえーすげえ。俺ビンゴです。ありがとう。あすごい、それもすごい。斜めでビンゴになりました。いいよ、もう退職なさってください。ああ、お二方。あ、終わりました。はい。で、じゃあ俺とすんのとか。やばきっつい。だってこセブンイレブンで争い。食う人からがまあ本気やな。食う人が少ないんすよ。そうなんよな。きつい。ってことはもう38狙いで、じゃあみかん。はい。このゲームのプロやん。このゲームのプロやんってぐらい開けててこいつ。だってこいつ16分の12開いてるから。はい。おい、みかん。さすがに。なんじゃ。さすがにやろう。なんじゃ、取れちゃう。はい。はい、ではカロリー。94キロカロリー。ありがとうございますカロリーに殺されるぜ。メロンパンとか食べたい。おー、マジでどうぞどうぞ。メロンパンとか食べたい。どうぞどうぞ。キュウリですよね、カロリー。こっちの方がさすがにヘルシー。そうですね、キュウリと大根って水すもんね。はい、ではふんわりメロンパン300こい40うわ4キロカロリー。ありがとうございます、ありがとうございます。すげえ。自力でもう一個そんな気はした。もったいねー。もったいと。もったいねお前何もしてないやろ。いやまあ漁夫の利をね、逃しました。ありがとう。え、お前らリーチはしてんの。してない。長期戦時代遅れて。長期戦好きやな。お前結構2週差ぐらいしてるからさマジでサンドイッチとメロンパン以外は俺はい、きた。いやもう90以上やと思うで。俺は137あるんじゃない。はい、ということでおつまみかぶきゅうり、そちらのカロリーは38キロカロリー。うありがとうございます。いやでもこれすげえ。いやこっちもあるから。ダブルリーチ。いやまあでもどっちも嫌なんで、まあ、まあまあいいっすよ。よっしゃダブルリーチやこれで。はい、じゃあ265狙い。いや地獄っすよ。いやもう一回外したら俺もうしばらく戦闘服を。俺は多分。ああまあまあ確かにいいとこ攻めてるわ。これにかけたい。いやじゃあもうこれにかけよう。カスタードホイップシュー。あんだけの不利を被って1位なの結構もう褒められるべき。努力は報われるんだっていうなんかいいストーリーや。ためになってる気がする。めっちゃいいように言ってる。めっちゃいいように言ってるけどめっちゃバカにしてると思う。道徳の教科書ですお、よかった。いやー、おー、シュークリームが食べ終わりました。頼むー。では、花尾さんのシュークリーム、こちらのマジカロリーはマジ無理。200きたくる。60きたくる。ゴー！うさーすごい。
来ましたやっとこの企画、それはもうこの企画がなんかちゃんと終われたことが嬉しいまあでもまあ、皆さんに伝えたいのは想像より僕ら長いことこれやってるっていうことが伝わってほしい。4時間ぐらい4時間ぐらいこれやってたからだ。